さあ本日も熱盛やっていきましょうか。さあ気づけば4月も本格的に始まってきましたね。なんだかんだ言ってもうね2週目に突入しますから。そして春休みももう終わりかけっていう人が大半じゃないでしょうか。どうでしょうか皆さん。ちょっとそこについてはわからないけど、ただまあ大学に関してはおそらくもう始まってるんじゃないかな。まあ新社会人の方であればおそらく入社式も終わってると思うんでね、新しい生活を楽しんでる人も多いと思います。さあそういった話はさておき、今日はねこちらをまず見ていただきたいと思います。で毎回恒例になるんだけど、季節のたぬきショッピングアイテムということで、ブーブークッションはもう終わりましたと。で4月1日からプロムシリーズと連業が発売されたかと思いますね。でプロムシリーズに関しては4月の30日まで発売してるんですが、連業に関しては4月10日で終わりになります。発売終了まであとわずかなんで、ここはねしっかりと覚えておきましょう。ちなみにね、連業ってどんなものかというと、こういった感じのものになりますね。なので、熱盛の世界の連業ってさ、なんか植木鉢に入った小さなものってイメージがあるかもしれないんですが、成長したらこれだけでかくなります。でかすぎない。で、韓国とかでは、ああいったその、小さい連業を公園とかに植えて、緑を作っていくみたいな、そういった日になってるみたい。で、この連業とはどういったものなのかっていうと、講義には木星か連業族の総称らしいよ。俺、連業っていう植物は初めて聞いたんだけどね。木星っていうのは知ってたんだけど、連業ってなかなかね日本では馴染み深くないからね。まあウィキペディアによるとこういった意味になってるみたいです。はい、まあそんな感じかな。なので皆さんぜひね覚えておきましょう。まあ覚えなくてもいいんだけどさ。ただこの連業なんですが、あつ森によると植木の日ということで韓国の記念日になってるんですよね。ただ歴史をたどるとどうやらね面白いことにイギリスにたどり着くみたいです。そもそもね植木の日があるっていうことを俺初めて知ったんだけど、このゲームで多分同じような人多いと思いますよ。植木の日ってまあそれはね日本では馴染み深くないよなって感じですよ。はい、まあそんな感じですと。なのでぜひね皆さんこの連業を忘れずに購入しておきましょう。で次なんだけど、0時で思い出したわ。季節のたぬきショッピングアイテム一番下の方を見てもらいたいんだけど、4月の半ばからかっこいい地球儀っていうものが発売されます。ただの地球儀ではなくて、かっこいい地球儀らしいんで、ここは皆さん間違えないようにお願いします。で、このかっこいい地球儀なんだけど、一応ね、アースデーの記念品として発売されるみたい。で、今年のアースデーに関しましては4月22日になってるみたいで、このアースデーっていうのは、現実でも記念日として存在します。で、このアースデーなんだけど、去年このアースデーの時に低木とか生垣が追加されたと思うんですよね。それ覚えてる人たくさんいらっしゃると思います。そういった背景から、このレイジが主催でアースデーを企画してくれてたんだけど、逆にレイジが企画することによって、なんだろうね、緑の日みたいな、そういったイメージを抱いてる人が結構多かったみたいなんですよね。まあそれはね、生垣とか低木とか追加されたしね、緑の日だみたいな。ただ違うんですよ。アースデーっていうのは右の方に今出してると思うんですが、地球環境について考える日になってるんですよね、これ。そうそうそう。で、たまたま熱盛では地球環境イコール緑っていう感じになっていて、なので生垣とか、あとは低木とかが追加されたって、まあそういった理由がありますと。で、このアースデーなんだけど、世界的に知られている記念日になってるみたいです。で、基本的には毎年4月22日のアースデーが広く知られていて、ただこれだけじゃなくて、国独自とか地域独自のアースデーが存在するみたいです。僕もね、気になって日本ではアースデーって具体的にどういった内容なのかなと思ったんですけど、アースデーは割と、なんかね、地域によっては行われてるところがあるみたいで、基本的にはなんか清掃活動みたいな、ゴミ拾いとか、してるところが非常に多いみたいです。まあ日本で言うと、いわゆる環境の日って感じなのかな。まあそういったことが言われています。はい、そんな感じでね、クソどうでもいい豆知識でした。皆さんいかがだったでしょうか。ただリアタイ勢の方は連業についてはかなり注意が必要ですね。あと数日で販売されなくなってしまうんで、ここはぜひね覚えておいていただければと思いますね。ただね、コメント欄とかを見てると割とねリアタイでやってるぜっていう人がちらほらいますね。ちなみにもう一点補足させていただきたいんですが、プロムシリーズに関しては4月の30日まで発売なので、だからまあ割とね期間が長いんですよ、プロムシリーズって。このプロムシリーズっていうのはアメリカの卒業にちなんだアイテムなんで、もうちょっと発売期間が短いのかなと思ったんだけど、なぜかね丸々1ヶ月発売されてるっていう謎のアイテムたちを。卒業シーズンっていうのは自分の中ではかなり短いイメージがあるんだけど、こんなに長く発売されるもんなん、これ。連業とかブーブークッションとかかっこいい地球儀とか見てくださいよ。1週間から10日ぐらいしか発売されないのに、
プロムシリーズだけなぜか優遇されてるっていうね、この謎仕様よ。まあ、別に長く販売してくれるんであれば、まあ、それに越したことはないんだけど、ただ連業についてはね、本当にあと数日で発売が終わってしまうんで、ここはぜひ覚えておいてください。で、この連業なんだけどね、かなり使いやすいです。例えばどういう使い方をするかというと、見た目はこんな感じになっていて、おそらく実際に購入された方も多いと思います。植木鉢に入ってるんですよね。なので、家に置くんであれば観葉植物として置いて、家の横とかに置くのがいいのかな？例えば外に置くんであれば家の横とかに置くのがいいと思いますね。あとは畑とかを作ってる人がいるんであれば、畑の近くとか、ないしはたぬき商店の横とか、そういったところに配置するのが、まあ、結構ね、メジャーな使い方かなと思いますね。ただま、植物関係の家具ということで、汎用性はかなり高いと思うので、この連業に関しては複数買っとくのがいいんじゃないかなと思いますね。で、あとね、プロムなタスキがね、今ちらっと映っちゃったんだけど、このプロムなタスキなんですが、毎日販売される色が異なってます。で、たまたまね、今日は青色が発売されてるわけなんだけど、僕が今つけてるプロムのタスキは緑色なんですよ。まあ僕がね、緑好きっていうね、そういった理由もあるんですけど、プロムシリーズのタスキは色違いが日々発売されてるんで、もしタスキもコンプリートしたいぜっていう方はぜひね、毎日購入しましょう。これね、意外に知らない人多いんですよ。ただいちいちみんなチェックしないよね。だってさ、ほぼ毎月のように何かしらタヌキショッピングで追加されるわけだから。しかも任天堂ホームページを見たらめちゃくちゃね、文章も長いし、そんなんいちいち見てらんねえよみたいな、そういった人も多いんじゃないかな。まあ自分はね、動画のためっていうのもあって細かいところまでかなり見てますが。そしてイースターも終わってしまったのか。そうだね。今更ながらイースターが終わったっていうのを実感するわ。ここにイースター家具も販売されてませんからね。そうなんだよ、卵も終わってしまったし、なんかそう思うと悲しいね。そちらの商品はバランスボールでございます。お値段は1100ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。いや、いいわ、バランスボールはいいっすわ。なんかバランスボールってさ、一時期めちゃくちゃ流行ったよね。なんかうちの実家にもバランスボールがね、昔あった記憶があるんですよ。ただね、全然使ってるところ見たことないんだけど、バランスボール買うのはいいけど、実際にこれ活用してる人ってそんないないよね。え、バランスボールってさ、活用の仕方難しくないか？皆さんはバランスボール使ってますか？どうですか？けどバランスボールって、ねえ、使う用途が難しいよね。なんか人によってはさ、バランスボールを椅子の代わりに使ってる人いるらしいんだけどさ、バランスボールを椅子の代わりってなかなか難しいよね。逆にさ、姿勢が悪くなりそうなんだけど、バランス悪すぎてさ。だからそういったところはちょっとデメリットかなと思いますね。お！そしてブーケとクリスティーヌからそれぞれ手紙が来てるね。ねえ、見て見て、このキュートな家具。お店で見つけて思わず衝動買いしちゃったの。でも、あたいの部屋には置く場所がないんだよね。もしよかったらもらってくれない？フロムブーケ。ディアシャボー。あれ？ブーケの手紙ってこんな感じだっけ？便箋ってこんな感じでしたっけ？なんか初めて見たわ、この便箋。あ、ありがとう。中身何なのか気になるね。ちょっと開けていこうか。開けると。さあ、中身はキュートな壁掛け時計。いやー、なるほどね。あ、そう来たか。ま、女の子からしてみるとめちゃくちゃ可愛い家具だと思うよ。男からしてみるとちょっと難しいね。キュートシリーズか。なるほど。これはね、また誰かにあげるわ。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。あとはね、あつ森の動画以外にも牧場物語の動画も投稿してるんで、ぜひそちらの動画もご確認していただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。